富士宮の人に聞いてやってきた富士宮焼きそばのおすすめの店、ペン、はい、欅坂。ここが入ってくと、どう見ても民家です。夕方5時からか、開いてんのかな。5時からってことはちょうど今ぴったり5時。こんなかな、こんな感じ。よかったね、運よかったな。開くかな、オープンするかな。やお、アットホームだ。もう一回、確かに安い、聞いた通りに安い。おお、何にしようかな、何にしようかな。塩焼きそばもそうだね。塩焼きそばと普通の焼きそばなんか違う。あ、これもいいか。なんかこれ、読んでていいな。いやいや、子供損害じゃない。テープだね、すごい、やっぱ遊ぶ衝撃。明るいのがいいよね。食べ物が美味しくないよ。面白いね、面白いね、それ違うね。確かに料理値段からすると確かに安いかもしれない。富士宮焼きそばの定義って何だろうね。麺がコシが強いってこと。半透明だから。半透明だからね。全然知らないんだよ。確かに鰹節がかかってるって点もあるよね。鰹節の動きや。すごーい。すごいね。はい、いただきます。いじめなさい。外で撮るのなんか久しぶりだな、これ、うん、歯応えがすごい。その麺が、確かにそんな感じ。よし、いただいてみよう。もちもちじゃなくて、歯応えなの。もちもちとは違うんだけど、うん、歯応えがね、美味しい。もちもちじゃない、ギュムって感じで歯応えだよね。うん、すごい、うん、絶対男一筋みたいな、男みたいなんですよね。確かにすごい歯応え。俺はさらくないぞみたいな。確かにね。ルシ結構好きなんじゃない、この硬い麺って、うん。いや、目玉焼きドーンがいいな。ロコモコ？全体的には甘めで美味しい。やっぱな。じゃあいただいてください。さっさと締めようかな、今日は。じゃあ、ざざっと男食い。無理しなくていいよ、無理しなくていいよ。無理しなくていい。ああ、いい顔だ、ありがとう。さっさと決め。イェイ。イエス。イこのキャベツ、玉ねぎ、わかるんだけど、これは。ニラ？ニラかな？細ネギかな？結構ちっちゃく切ってるからわかんない。あ、でもちょっとツンとするから、うん、ネギかな。これちょっと調べてみたいね。じゃあ次は自作でお願いします。楽しみしてよ、麺作るの。これは分かんない、どうやって作ってるか分かんない。あれ、ネギでした、細ネギ。細ネギ、そうなんだ、美味しかった。味がしっかりしてたからニラかと思ったら細ネギでした。結構ボリュームあった、美味しかった、うん、結構今日はちょうどいい。ごちそうさまでした、ありがとう。でもこれ普通の民家に見えるような、普通の民家だもん。ちょっと分かりづらいかもな。ありがとう。